東京電力福島第一原発の事故処理費用のうち2兆4000億円を利用者の負担とする経産省の方針に対し、有識者から十分な議論が尽くされていないなど批判が相次ぎました。経産省は16日、有識者会合を開き、原発事故の処理費用およそ22兆円のうち、2兆4000億円を電気料金に上乗せする案を取りまとめました。会合では複数の有識者から、十分な議論が尽くされていない、原子力事業者が負担すべきものを電気料金に乗せることをしっかりと自覚するべきなどの批判の声が上がりました。一方、オブザーバーとして参加した電事連の広江副会長は、それでも原発のコストは安いと思うと述べました。経産省は年内にも国民から意見を募り、制度設計に取り掛かります。